さんです。ケンドモナです。ケンドモナです。ケンドモナです。よろしくお願いします。すみやし、すすりすりね、はい、もう頑張っていきましょう。頑張っていきましょうよ。頑張っていきましょう。じゃあ今回はですね、まあ、結構いろいろ技を教えてほしいという方がたくさんいらっしゃいましたので、この大地技シリーズじゃないですけども、まあ、3段と5段で面打ち、はい、打ってくる面の大地技、はい、何本連続で1本取り続けられるか対決。よっしゃはいはいはい、わかりました。もう大体僕はルールでいける。わかるね。ただ一つ条件がありまして、同じ技はいける。あ、デコテで取った後またデコテとかもダメなの？ダメです。あ、じゃあその技は1回しか使えない。1回しか使えない。結構じゃあ技のレパートリー勝負、レパートリー勝負が一つでかいですので、はい、どうですか、意気込みありますか？大地技で勝ってきてないですから。もう大地技で勝ってきてはないですけど、大地技の練習はちゃんとしてきましたから。なるほど、はい、僕は通称知ってますか？なんて呼ばれた？もう技のデパートだな、技の長崎屋っておりますから。それではいきましょう。大地技対決、はじめ。はい、どうもありがとうございました。よいしょー。いやー、使いません。じゃあ早速結果発表に行きたいと思います。よいしょ。3段3本5段3本はい、ということで結果は引き分けです。引き分け。いやーね、なかなか難しかったですけどね。いや、なんか三段さんの小ずるさは出ましたね。はい、もう面、普通面打ったら面じゃないですか。はい、やってない。だったらこうね、空いてるわけですね。まあそうですよね。まあ彼もちょっとどう打たせない感じの面も打ってましたから、ちょっとその辺のやっぱり心の器のデカさ。いやいや、そんなことないですけどね。うーん、ただずっと髪の毛、ずっと鼻に髪の毛ついてる。なんですかこの鼻に髪の毛1本ってことで僕が言ったら4本。いや違います。なんでそれ1本入ってるんですか？で、まあ、剣道ね、これ個人戦ですから、そうです、引き分けはないんで、まあ、次回延長戦やりましょう。やりましょう。ということで、次回、こうも期待。どうもありがとうございました。